どうも皆さんこんばんは、吉村です。さあ、超特殊許可ランキング。まあ、ソロで動画にしたのは、オーマ、天元、青年種なんだけど、他の二つのは全部マルチで行っちゃったんで、あれからね、ソロで行きました。クリアはしてないんだけどね。ソロで行って、まあ、ランキング的なものをつけたんで、まあ、僕個人の本当に難しさで判別してるから、まあ、そこは足からずといった感じで。じゃあ早速、第1位から行く？何位から行くべきだろう？いや、1位から行くか。1位から行こう。第1位、玉三つね。いやー、こいつだったな、やっぱ。一番強いのはやっぱこいつだわ、結局。これはね、多分、あんまいないんじゃないかな、こいつが一番強かったと思う人は。個人的にはこいつ、やっぱ、あ、そう、ちなみにランキングはあれね、ソロでのランキングね。こいつは強いな。最後の最後まで結局言葉を覚えられずに、ただブレイブ体験でゴリ押ししたって感じだったから、まあ、覚えられずにつっても、確定の派生なんかは分かったんだけど、なんだろう、その、なんか技する前にさ、モーション入るじゃん。そのモーションで区別つかないんだよね。だからもう、玉三系は、なんか俺の脳細胞の一つ一つが、攻撃パターンを覚えるのをなんかもう拒否してるから、これはもうなんか、俺の脳みそのせいということで。はい、第1位、玉三で。第2位、オーマ・ディアブロス。もう素直に、素直に強かったな。ほんと素直な気持ちで強いと思ったわ。こいつが二つなヒットってなんだよってね、PV 見た時思ったけど、うなずけるよね。こいつだけちょっと別格だもんね。扱いもこいつ G1 討伐なんだよね、確か。捕獲じゃないんだよね。で、なんか扱いも違うし、今さすが二つなヒットだなって。水蒸気爆発とか、あと、あれ。暴走、今日暴走状態に入る前の BGM の入れ替わりとか、あれたまんないね、あれ、あの演出。いや、こいつが二つなヒットでよかったなと。思った。まさかディアブロスがここまで昇格するとは誰も思ってなかったろうな。で、同率2位がいるんですね。ガムート。いや、こいつ強いわ。強い。ガムート強いけど、こいつ楽しくないんだよな。ディアブロは楽しいんだよ。ディアブロ楽しいけど、俺はこいつ楽しくなくてね、なんだろうね、やっぱ楽しくねえんだな。基本、俺多分あれなんだよ。武士道とかカウンターとかできないモンスターって、楽しくないモンスターなんだと思う、多分。ガムートを狩るときは多分ネチネチ狩るタイプだと思う、俺は。多分ストライカーたちになると思う。本気でこいつを俺ソロで狩るって思うと。武士道でも、ブレイブでもなくてストライカーたちで行くと思うね。で、ストライカーたちで狩りたくなるモンスターって大抵楽しくないんだよ。これ俺の個人的にあれだから気にしないでね。まあでも、強いということで同率2位でしたね。そして3位、青年種。なんか、こいつを一番最初にやったから、あ、超特殊、と思ったけど、これなんか、広い目でこう、最終的に見てみると、まあ、そこまでかなっていう感じだったね。まあ、そこまでかなって言っても俺、負けてるけど、なんだろう。ただ、なんだろう、ディアブロもそうなんだけど、シビアなんだよね、タイミングが。それがちょっと、あれだなぁと思った。なんか喋りながらやるのがきつかった、正直。なんとか倒したけど、20分身で。正直喋りながらやるのはね、ディアブロ用もこいつもきつかったね。なんか無言でやりたくなるような、そんなモンスターだったわ。やっぱ、あれだよ。トサカブレードあんじゃん。トサカブレードってやっぱシビアだから、タイミングが本当に。最終的にはもうね、喋りながらでも慣れるぐらい、枯れるぐらいじゃなくて避けれるぐらい慣れたけど、結局なんか、やっぱ最終的にシビアだなとは思ったけど、全体的な強さ見たらそこまで強くないと思う。行動にメリハリめっちゃついてるんだよ。ディアブロスはメリハリついてるから避けにくいんだけど、こいつメリハリついてるかつそこまで避けにくい技ないから、まあ素直に射精って感じですね。第4位、ちょっと待って、第4位の前にさ、俺ソロで人滅陣買ってんじゃん、超特殊。ちょっと忘れてた、こいつだよ。一番最初にやったのこいつだよ、すっかり忘れてたわ。第4位、金来光神王が。いやー、強かったね。こいつ、一番被弾が許されないモンスターといっても過言じゃないんじゃないかな。まあ、青年種の、トサカブレードだったり、他はなんだ？玉三つねのタックルだったり、タックルじゃない、プレスだったり、オーマディオブラスのね、まあ、あいつ見ててほとんど一撃だからな。まあ、ほんと被弾許されないモンスター他にもいるけど、こいつは何がダメかって、何がダメじゃないな、何がひどいかって、電気やられだから、打ち消しの目とか持ってこないと、すぐスタンでいく。はい、それだけ。第5位、黒煙王リオレース。まあ、こいつはね、なんだろう、強いとうざいが混ざったモンスターだね。まあ、クロスの時からずっと一緒。ただ、新しいさ、ブレス、ゲットしたじゃん。
隕石ブレス、隕石かなんか知んねえけど、あれあれ好き、すこあれ好き、あれ好きだな、かっこいいよね。ただこいつはやっぱあの案の定飛ぶじゃん。で翼返しねえと閃光玉効かねえし、なんかあんが本当にソロだと厳しい仕様になってるなーとは思ったね。だって閃光玉切らしちゃったらもう永遠に飛び続けてるから、閃光玉切れちゃうぐらい殴れない人だともう地獄よ閃光切れてから地獄よ。ただのまあこいつは本当になんかちょっと違うなと、なんかちょっと違うなと思ったモンスターだったね。はい、ということでこんな感じだね。倒立難易とかもあったけど、あーちなみにね、ダブルクロスはね最もモンハンの中で難易度が高かったと思いますね。うん、極限化とか話にならないぐらい難易度高いなと思った。たまによくコメントで来るのはそのブレイブとかエリアルとか武士道とかそういうゆとりスタイルみたいのあるから結構楽なんじゃないのみたいなことを言われるんだけど、実際そんなことないね。とにかくなんかやっぱモンスターも好きないからねやっぱそういうゆとりスタイル、ゆとりって言ったらちょっと言い方おかしいけどさ、そういうスタイル導入によってやっぱモンスターもほんと好きなくなってて、なんかギルドスタイルとかでやってる人ほんときついんだろうなって思った。モンスターによるけどね。俺オーマディアブロスとかね、ギルドスタイルで行く気にならない、行く気にならない本当に。そんくらいなんか武士道とブレイブで行きたくなるようなモンスターも増えてるから、あと結局武士道ブレイブでもそうだ、被弾しなければさ強いけど、被弾したらやっぱりどうしても回復する暇ないからきつくなってくるわけよ。で俺結局戻り玉で逃げてたけど、4G の極限化、まあ、あれが2番目に難しいと思うね。やっぱ1番はこいつらだな。てな感じで僕的にはね、難易度はモンハン史上最高なんじゃないかなと。フロンティア除くとね、さすがにフロンティアも入ってくるとフロンティアになっちゃうから、家庭用版のモンスターハンターで、最も難易度が高かったと思いますね。まあ、全部ソロでやってねえからあれなんだけど、まあでもオーマ村クエ最終クエストだったり、オーマ静電衆天元、まああとはガムートもなんかもソロでいくかもしれない。やっぱガムートもう個人的に2位に入ってきてるんで、ガムートも動画するかもな。まあほぼほぼ一番強いと言われてるやつらソロで買ったんで、まあいいかなって感じだね。 G5 とか G4 とかあんなやってらんねえわ、めんどくさくて。ソロであんなすぐ地面から生えてくるからね、2体目が。はい、ということで、まあダブルクロスまだ実況続けるんで、いろいろちょっと企画も考えてたりしてます。はい、まあ2つとかぐらいしかないんだけど、まあなんか本当にその日に思いついたことを撮ってるから、まあフロンティアの方もちょっとぼちぼちリベンジねとか してね、やっぱ練習とかしてリベンジするのが最高に楽しいんで、リベンジとかしたいなと思ってます。さよなら。